池田山から望む農美平野の北側クリップ。農美平野周辺農美平野は、岐阜県南西部から愛知県北西部と三重県北部の一部にかけて広がる平野である。地質学的には基礎山線により形成された中石平野であり、その土壌は肥沃である。西は伊吹山地と養老山地、東は尾張丘陵、北は漁資料山地に囲まれ、 南は伊勢湾に面する。南西部の基礎山線の川口付近で伊勢平野とつながっている。農美平野周辺の地形図農美地震を起こしたネオダに断層基礎三河下流では広範湿地が広がり、海抜0メートル以下の地域もある。有史以来、水害がしばしば起こったため、集落全体を堤防で囲った和重が鎌倉時代以降作られた。この地方にだけ見られる。 独特の構造物であったが、明治時代に入って木曽川、長良川及び湯川の三河の大規模な治水事業により水害は激減した。和重の必要性は薄くなり、逆に道路交通に支障をきたすため多くが削り取られたり、取り壊された。また、戦争中の食糧難によって比較的上流にある、 和獣は次々に田畑にされ、現在はほとんど残っていない。津島、名古屋、厚田等の旧市街地は、小高い大地の上にあり、水害に遭いにくく、古来より、水運に恵まれた場所が栄えていた。農美平野の地形は、大別して北東部の美の加茂市等に見られる、木曽川菓子団旧群、高見ヶ原市等に見られる、戦場地地域、農美平野中央部の氾濫原地域を呼び、 伊勢湾沿岸の三角州地域に分けられる。農美平野の西端には、養老桑名四日市断層帯があり、この断層を境に西側は隆起して、養老山地となり、東側は沈降して、基礎山線が流れている。これにより、農美平野の地下には西側に向かって傾斜する構造が見られる。このような現象を、農美経道を運動と呼ぶ。東農丘陵から流れ出る基礎川、 群青の谷から流れ出る長良川は、農美平野に出ると、この傾斜によって、西に流れを変え、養老断層際の伊比川へ向かって流れる。水量の多い三河が平野の西側に集中し、水害が多くなる要因となっている。1891年10月28日に、農美地方で発生した、日本史上最大の内陸近くない地震である、農美地震では、 平野部で甚大な被害が発生している。一方で、日本海側と太平洋側を分ける伊吹山地と鈴鹿山脈が、能美平野北西の関ヶ原町、大見盆地北東部の米原市付近で途切れているため、強い冬型の気圧配置になると、雪雲がそこから能美平野に流入し、岐阜県南西部や愛知県北西部などで、しばしば局地的な大雪に見舞われることがある。 都市部で2 0トルを超える積雪を記録することもあり、2005年12月19日には平成18年豪雪により、名古屋市で1947年2月3日以来58年ぶりとなる2 3トルの積雪を記録。さらに2014年12月18日にも2 3トルの積雪を記録した。ちなみに、 名古屋市の最も多い積雪量は1945年12月19日に降った49センチメートルである。古くから機内と東国を結ぶ東西の要所として重要な交通路が通過している。また内陸部への重要な交通路の起点ともなっている。養老山から農美平野と名古屋市街を望む JR セントラルタワーズも見える。 養老山地の石頭滝から望むノーベ平野の夜景木曽三川下流の愛妻市や海津市には和住地帯には水田が広がり稲作が盛ん。木曽川中流域の鉱石大地や東部の丘陵地帯では柿、野菜などの近郊農業が盛ん。北西部の本巣市付近では柿などの果樹栽培が盛ん。柿は美味しいノーベ平野全域が中京工業地帯の一部である。 名古屋市南部の臨海地区は石油化学工業、製鉄業、機械工業などの工場地帯となっている。市宮市や大垣市周辺では繊維工業が盛ん。各務原市や小牧市周辺には航空機、宇宙関連産業が立地している。名古屋市都心部は中部地方随一の繁華街で地下街が発達し、百貨店が立ち並ぶ。 岐阜市中心部や市宮市中心部には百貨店と大規模な商店街がある。春日市中心部は近年郊外型の大規模商業施設が増加している。ありがとうございます。